皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週ポッドキャスト内で勉強した関節の構造を思い出しつつ、今日はストレッチのドゥとドンと考えていきます。なんで関節とストレッチが関係するのかというのは、先週勉強したように関節から動きが生まれるので、ストレッチという関節を伸ばす動きも関節から行われているからです。まずはドンとの方から今日は見ていきますが、なぜかというと、やっちゃダメと言われたらやらないというオプションしか残らないじゃない、ちゃんと言うこと聞いてくれたらただやってもいいよこのシチュエーションだったらねというのは頭を使わなければいけないので、そちらは来週見ていきましょう。ということで、今日はいくつ自分がやっちゃダメの方をやっていたのか、もしくはやってきたのかを数えながら本文を聞いてください。ストレッチのドゥとドンとドンと編。ダンサーに何度ストレッチのことを説明しても聞いてもらえないことが多いので、私はダンサーのストレッチは進行なんじゃないかと考えることもあります。ストレッチ進行というのは、例えばレッスン前のウォームアップはストレッチ、これで準備万端とか、友達に背中を押してもらって毎日痛みに耐えながらストレッチしてます、そのうち体が柔らかくなるはず、小さい子供の体は柔らかいので今のうちにたっぷりカエルのポーズで股関節を柔らかくしておきましょう、トーシューズを履いて踊りたいからつま先をピアノの下に入れて伸ばします、 1,2,3,4 弾みをつけてどんどん伸ばしていきましょう。はぁ、恐ろしい。とは言っても、私も踊っていた時にこれら全てはやっていました。ウォームアップイコール床に座ってストレッチ、寒い時はヒーターの前を確保、だって体は温めた方がいいんでしょう、カエルのポーズを見せびらかして部活では 1,2,3,4 とめちゃめちゃ弾みをつけて、しかも後ろから友達が押しながらストレッチをしていましたね。でもダンサーの体は柔らかくなきゃいけないんでしょ。ダンサーは体が柔らかい、これは事実だとは思います。だけどね、バレエレッスンを受けてきたから柔らかくなるのか、柔軟性を他で作らないと踊れないのか、ここは考えるべきだと思うんです。お習字に行く前にバランスよく字を書ける練習をしなきゃいけませんか。ピアノを習う前にバイエルが弾けてなきゃいけませんか。水泳を習う前に泳ぎ方を覚えておかなきゃいけませんか。習い事の中で学ぶこと、上達していくことっていう技術がありますでしょ。そして体が柔らかければ怪我しないというのは本当なんでしょうかね。誰から聞いてどんなエビデンスがあります。柔らかいってどこまでのことを指すんですか。どこまでのストレッチをしたら OK、 あなたは安全に今日踊れますってなるの。筋肉ってずっと伸びていかないよ。ロクロク首みたいになって怖いじゃん。たとえバレエの先生でも、生徒の体をしっかりと知っていて解剖学の知識がない限り、人に補助してもらってストレッチはすべきではありません。レッスンの前に一時的にストレッチをすることによって伸ばされた筋肉が一時的に弱くなってしまうとか、働かなくなってしまうということもあるんですよ。レッスン前に使いたい部分をあえて使わないようにするって、なんだか本末転倒だよね。ストレッチはウォームアップではございません。スタジオに着いた途端、床にぺったりと座り込んでストレッチ、体の感覚ができているプロであれば別に問題ないと思いますが、そしてプロだからもう選ばれてるし実力もあるってことだよね。練習中のダンサーはウォームアップで自分の体の感覚を覚えるべきです。レッスンで腹筋をたくさん先生から注意されるのであったら、腹筋を使ってる感覚を覚えたいのよ。ハムストリング使いなさい、大腿四頭筋ばかり使わないでと言われるんであれば、足の後ろ側の筋肉のスイッチが入ってる感覚を覚えたいのよ。こういうことをしつつ心拍数を上げて筋肉を温めるというのがウォームアップです。ウォームアップについてはもう説明したいよね。それらをせず、使いたいところの筋肉を使えないように伸ばしちゃって、しかも使ってる感覚さえわかんない、それじゃあレッスンの時に体が引き上がってるわけでもなければ、先生に何度も同じ注意を言われてしまいますよね。無理にギュギュストレッチしたりバウンスさせてストレッチする場合、効果がないだけではなく逆に筋肉を硬くしてしまうことがあります。体の中には伸長反射、ストレッチリフレックスと呼ばれるものがあります。これが体をせっかく柔らかくしようとしているのに逆に硬くなってしまう原因。例えばお友達につま先をギュギュと床に押してもらって伸ばすストレッチ、
があったとしたら、お友達に痛いなんて言えないから、そのところでストレッチすべきではないし、第一、同い年のお友達が骨の構造、関節の作り、あなたの怪我なんて知ってるわけないんだから、怪我の原因になって当たり前でしょ？先生が骨盤を押す、変えるストレッチは股関節の痛みにつながります。股関節は体重を乗せるようには作られていますが、カエルのポーズみたいに開く方向に体重を乗せるようにはできていません。特にアラセコンドに上げた時にコキコキと痛みのある股関節の人は、こういう形のストレッチが原因だったりもします。開脚なども痛いところで我慢したら、先ほどもお話ししたように体が怪我しちゃうと思って筋肉を固めてしまいます。レッスン前に固くしてどうすんのって感じでしょ？怪我している部分、痛いところを入念に伸ばしている人たちがいるんだけど、これもストップしましょう。もちろん怪我の種類にもよるし、怪我の治療内容、ギブスをしていたかどうか、怪我の回復が今何パーセントなのかにもよって変わってはきますが、そういうことがわからない人はルールとして痛いところは伸ばさないと頭に入れておいてください。包丁で手を切ったらその場所伸ばしますか？骨が折れてたら引っ張りますか？サイコパスじゃない限りしないよね。怪我してるイコール何かが壊れているということ、切れてる、折れてる組織を引っ張るのは修復を遅らせてしまう可能性があります。まずは怪我を治すこと、そうじゃないと劣れませんからね。まとめ、そのストレッチが必要か安全なのかを考えましょう。そのストレッチがレッスンで役に立つのかも考えましょう。昔からやってますだったら昔と同じということなので、上達はしていないということも頭に入れてください。その上で指導者だったら、しっかりと怪我のリスクを理解してください。間違ったストレッチほど怪我につながるものはありません。しかも自分でやってるかわかるでしょ？癖になるんですよ。なんでその動きを選んでるのか考えてみてくださいね。いかがでしたか？本文の中で部活動の話が出てきていましたが、私は実は高校の時に合唱部に入ってました。と言っても短期留学してたりとかしたので真面目に出てたわけではないんですが、休まなくても大丈夫な日は毎日練習していたんですよ。学校、部活でもってバレーに行ってました。そのウォームアップでバウンスをつけながら行う長座とか開脚とかありましたよ。 1,2,3,4 ってミュージカルやオペラ歌手と仕事をするクリニックで働き、ボーカルトレーニングやボーカルウォームアップ、アンローディングと言われるいわゆる声帯、喉の筋肉のことね、をケアする方法などを学びましたが、こんなストレッチは必要ありません。ストレッチがウォームアップにならないと記事でお話ししたけれど、歌を歌う時も体全体を温める必要があるんですね。呼吸筋はたくさんあるし、声帯だってしっかりとウォームアップしなければいけないし、正しい知識がないのはバレエ界だけではありませんが、柔軟性だけ目につきやすいバレエや新体操、フィギュアでは立って歌っているだけの人と違い、怪我のリスクももちろん上がってしまいます。その古い考え方の先生がまだ生きてるので立ちが悪いですけどね。まあそれは置いといて、来週はストレッチのドゥやりたいことをお話ししていきますから、お楽しみに。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。